G まで OK。 お、来た来た。おはようございます。あ、すごい。おはようございます。こんなさ、お昼から来てくれるかなと思ってたけど、めっちゃおお嬉しいですね。おはようございます、こんにちは。やっほー。珍しい時間の配信です。お昼、まだ目が寝てるわ。やっほー。皆さんはお仕事ですか？何してるんやろ。めっちゃ眠かった。もう昨日やっぱ公演の次の日は起きれへんわ。で、舞台いつもの倍寝ないと、もうちょっと活動できない。仕事中。おお、すごい。わざわざありがとうございます。なんか毎日さ、あの朝に起きてる人すごいわ。毎日同じ時間にもう癖づいて起きれるようになるんかな。前はさ、あの学校とかとさ行ってたからちゃんと起きてたけど、もう今は起きれへんわ朝。みんな6時とかに起きてるもんな。休日も確かにね、休日ももう癖ついて早起きしちゃいそう。シンシンは何時に起きたかな。9時ぐらいに起きました。遅い。遅いんかな。遅いか。遅いな。でも眠い。もう二の寝しようかと思った。休憩時間、お、めっちゃ休憩早くない？11時に休憩ってそんなもんなんかな、分からへんけど。まだね、寝てます。顔が寝てる。起きてからさ声を発してないから
え、心身早起きなイメージ嘘やん。そんなん初めて言われてんけど。ほんまに全然早起きじゃないで。あ、でも早起きな日もある。あ、でもあの早く起きた日だけめっちゃメールとかで早く起きたって報告してるからそのイメージがあるんかも。全然早起きじゃないと思う。そう、なんか学生メンバーとかさ、レナタンとかめっちゃ起きんの早くて、いつもカレンタンとかもめっちゃ早い、なんか5時ぐらいに起きるみたいな。なんかめちゃ昔やけど東京で握手会とかで一泊する時もあの一部やのになんかめっちゃ余裕の時間で起きて、なんか朝ごはん食べに行こうみたいな言われて、え、そんな早い時間に起きてないわみたいな。もうできればギリギリに起きて準備する派やから、カレンタンはもうとにかく早く起きて全部準備終わらせて優雅にご飯食べててすごいなと思う。そう、めっちゃ早いんよ。まあレナタンとかはさ学校あるからさまあまあまああれやけど、学校とかなくてそんな早く起きてんのはもうすごい。ね、ギリギリまで寝て、朝ごはんとかも最悪向こうで食べたらいっかみたいな家で食べなくてもいっかみたいななる。そう、夜型、夜型かも、夜型、夜型です、心身は。そう、でもみんな寝んのも早いかな。そうそうそう、トータル寝てる時間的にはみんなと一緒ぐらい分からんけど。こんにちは。ほんまにあの今は違うけど、前までめっちゃ昼夜逆転してて、ほんまに昼の12時ぐらいにならないと寝れんへんくなって、めっちゃ頑張って生活リズム直した。そう、でも昼の12時ぐらいに寝て夕方の5時ぐらいに起きてた。いつやったっけな、1ヶ月前ぐらい、それなってた。見事な逆転してた。ね、もう言葉通りの逆転なんか4時ぐらいに寝たとかはあるけど、昼の12時に寝てるのはあんまおらん。そう、最近の話。そう、なんか2日ぐらい3日ぐらいかな、休みが続いたらちょっと逆転しちゃって大変やったわ。
そう。まあ今は直せてよかったわ。直せるもんや。お、サイン会当たった。嬉しい。サイン会ってどんな感じなんやろ。サイン書きながら、あの AKB さんのお話し会とかでいつもやってるみたいな感じなんかな。どうなんやろ。楽しみ。でもめっちゃサインみんなにプレゼントできるってこと？ちょっと初やんな。NMB の方は初やから。でもなんか喋りながらサイン書くの難しくて、なんか書いてたら話に集中できんから、あの AKB さんの方のお話し会でサインの時はもうお話だけして、サインはその部が終わった後に全部書いてました。ちゃんとあの言うことっていうか、例えばサインに何々、サインの横に何々って書いてほしいって言われたことはちゃんとあのメモしてたけど、そう後から書いてた。どんな感じなんやろな。ドキドキする。めっちゃ楽しみ。そうサイン書きながら喋るってめっちゃ器用な、ね、人じゃないと難しい。お、シンシンのサイン初？嘘。嬉しい。それはちょっと気合い入れて書きますね。後から書いて、え、忘れへん全然。下書き、下書きはせんかな。うん、たまに間違えるときある。なんか、そうそう間違えるときある。が、AKB さんの方は絶対に○○3って書かなあかんとか。あのなんかあだ名で書いたらあかんとか、なんかちょっと決まりがあるから、それ間違えていつもシンシンがその呼んでる呼び方で書いちゃってみたいな、たまにある。絶対もう申し込んだ時の名前で書かなあかん。 NMB は分からんけど、そう、たまにあの3じゃなくてちゃんって書いちゃったりして、あのちょっとハートとか書いてる時ある。ハートで隠したりする。でも間違えて提出するじゃないですか。提出したら返却っていうか返ってくる、ちゃんとあのチェックされてて、あのちゃんと名前書いてくださいみたいな感じで返却されて、もっと書き直しみたいな。そうちゃんとチェックが入るんで、どっちみちちゃんと書かないとダメ。そうごまかしは効かないです。ちょっと喋りながらちゃんと書くように頑張る。どうなんやろ、なんかどういう感じなんかなんかよく分かってないかな。どういう紙に書くかも
当日のお楽しみですね。そこは何書くかは、どういう感じかは。もう15分も経ってた。もうオンラインお話し会の話してないやん、もう。そう、今日はオンラインお話し会が12時まで受付で、もうこの今何時受付なんやろ。なあ、5時あ、6時か。え、ちょっと待って、調べていい？ちょっと調べていい？え、どこに書いてあんの？7時でした。7時受付が今日のこの後も12時までの受付ね。ちょっとここで絶対にちょっと満員目指したいので、目指したいというか達成したいので、ちょっとみんな申し込んだかなっていう確認の配信です。確認の配信やのに15分も違うこと喋ってたわ。皆さんもう申し込み終わりました？12時までなんで、ちょっとまだだよっていう方は。ちょっともう今すぐダッシュでフォーチューンのサイトに飛んでもろて。楽しみ。オンラインお話し会ももうだってあと1ヶ月切ってますもんね。初日会えるまで。どうする？なんか緊張してきたわ。ドキドキしてきた。申し込んだもん。嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてます。あと40分。そう、あと40分です。40分あれば申し込みできると思います。余裕で。ちょっとね、ギリギリになる前に。初日以外はちょいちょい各部1部ずつぐらい、1部か2部ずつぐらい残ってるので、そうなんですよ、 10時までに申し込めば間に合うかもしれへんけど、ここな、シンシンは絶対にまあ目標はフル部数なんですけど、やっぱフル部数になるにはもうこのここで完売を、全日程受付終了にならないとちょっと難しいので、ここで頑張りたいなと思って、ちょっと気合いの配信です。今日はなんかもう十字受付はもう心身はもうないと。ないです。心身の十字受付はもうないです。そう、初日がね迫ってきてるから、まあ追加される保証はないんですけど、最後の希望。そう、もう次やともう追加はないと思いますね。
そう、ここが追加される最後のチャンスかなと思うので、ちょっとね、選抜復帰に向けて少しでも近づけたらなと思って。お、仕事一周抜けて今申し込んだ、素晴らしい、ありがとうございます。本当にもうみんなからの愛をめちゃくちゃ感じてます。このなんかやっぱお話し会に向けてみんなが一丸となって、なんかめっちゃ宣伝とかしてくれてたりするのがもう嬉しい。ちょっとみんながね、こうのし上げて応援してくださってる分、もっとね自分の力でも掴めるように頑張りたいですね。今から追加する、嬉しい、楽しみ。あ、全然オンラインで初めましてでもいいと思います。ていうかオンラインの方が初めましてしやすい。直接会った方がやっぱ話す内容飛んじゃったりするけど、オンラインやったら紙持ち込めるしあ、言うことを忘れた時用にメモ持ったりできるし、お話しやすいと思います。楽しみ。やっぱ初めましてって言われるとめっちゃテンション上がるし、あのおかえりって言えるのはもっとテンション上がる、嬉しい。お待ちしてますね、おかえりって言わせてください楽しみ。そう、気合い入れていっぱい着替えますね。今残ってるんやと何かな、あ、さくらんぼコーデも残ってますし、18日ね、23日のポリスも、心身に逮捕されたい方はもうここですね、23。浴衣デートもしたいし、やっぱ浴衣はね、あのなんか何割増しみたいな言うやんなんか女の子が何割増しで可愛く見える。さくらんぼコーデは、あのシンシンはミックスジュースっていうグループに所属してて、さくらんぼ担当やから、さくらんぼがさくらんぼ柄の服を着ますっていう日ですどういう感じかは当日までのお楽しみ。でもなんやろ、うん、そんな感じですさくらんぼグッズだったり、なんか赤いものを身につけて来てくださったり、あの公園の話とかも大歓迎です。最近ね、こう新しい公演もね始まったので、大阪魂捨てたらあかん公演の話だったりいっぱいしたいな。なんか昨日さ、久しぶりに公演やったか、めっちゃ筋肉痛で、もう首が、何の曲で首使ったんか分からんけど、なんか首がめっちゃ筋肉痛で全身もうバキバキ痛い、もうこれは動かへんの、やばい。
トゥルーパーパス確かにトゥルーパーパスは一番なんか自分との戦いって感じもうここをここで踏ん張り時やっていう感じ。そう力入れなあかんし、あの中盤のねブロックはなかなかのハードな部分。でもね母校トゥルーパーパスの後に母校へ帰れやってるんですけど、母校のイントロでなんか叫ぶところでなんかめっちゃ解放感を感じる。ね、昨日からねしだれ柳がまた増えたんですよ公園で。そうそうそう、一曲増えただけでね全然違うしだれ柳そんな激しい曲じゃないし体力使う曲じゃないけど、もう一曲増えただけで汗がめっちゃ熱かった。めっちゃ好きあの新曲。しかもしなれ柳終わった後に MC があるからちょっとその前に MC やったらちょっとね息整えれるんですけど、そのあもう MC もほぼなく始まるかな。しだれ柳がちょっとあそこだけ逆にしてほしいなっていう願望がある。見てくれましたか昨日のミックスジュースバージョン。まあそのねなんか公演の感想だったり、教えてくれるのもめちゃくちゃ嬉しいので。お、もうあと30分ですよ。皆さんオンラインお話し会どんな感じなんかな。なんかさ今の状況とかなんか見れたらいいのに、なんかどういう申し込み状況みたいな、ちょっと見れへんからめっちゃドキドキするね。なんかうん緊張するわ。でも来週また受付があるのかな。12時までですよ。お誕生日もね7日か8月7日も23歳になるのでお誕生日もねお祝いしてほしいの。なんか最近制服を着たんですけどあの衣装で制服着たんですけど、なんかさすがにきつくなってきたなって言われてちょっとショックやった前まで全然なんかいや22歳に見えないよみたいな、全然もう学生でいけるみたいな言われてたのに、なんかきつくなってきたって言われてちょっと悲しくなった。
確かにちょっと前と違うなみたいな感じは若干あったけど、なんなんやろ。でも大人っぽくなったって最近めっちゃ言われるようになって、なんやろ、顔変わったんかな、分からんけどそう、でもめっちゃ見んのにちょっと制服ね、もうそろそろみたいなちょっとね悲しいですね。いやでもあのガチの制服着たら、あれ前の方がもっと似合ってたって思った。まあそれはどこで見れるかはお楽しみ、もうすぐ見れると思います。でもその制服着たやつ、制服着た心身、もうそろそろです。やっぱ23歳のあれが出てきたんかな、色気が出てきたのかいやいや、いやいや、いやいやけどずっとコスプレやからなもう入った時からコスプレではあった、制服は。現役まだいけるでもお話し会でももうあの完売しちゃったんですけど、いつやったかな、なんてな、あ24日や、あそう浴衣の日や、浴衣の日の夜の部にちょっとあの22歳最後なので24日が制服着ようと思って、制服着るんで、もうそこで見納めじゃないけどちょっと焼き付けといてください8月8日はチアリーダーもまだあります、楽しみ。ちょっとねレアです、レアやし、なんかあんまりメイドとかさ結構お話し会というか毎シーズンなんていうんや、毎シングルごとにメイドとか着てるけど、チアはねなかなか着ないからちょっとね張り切っちゃうよね、さすがにみんないつ来てくれるんかな。お話し会ね、そう全身見せたいけどイヤホンコードつないでるからさ立てへんのよねそう上半身っていうかあんまり身動き取れない、そうでもちょい引き気味とかならできるかもしれへんけど、もう12、もうそろそろ12時になりますよ、もう言うてるまであと20分になりますよ。
どうですか皆さん、来たくなりました？来たくなるようなこと言ったかな、言ってない？なんか、楽しみ、ほんまに。やっぱコスプレってさ、普段できひんやん。してるけど、シンシンはめっちゃお腹鳴ってんけど、聞こえた？そう、普段コスプレとか着れないから、その分お話し会で着れる、嬉しい。しかも今めシンシン TikTok やってるから、ちょっと TikTok も撮れても一石二鳥。おすすめの日程は7日の生誕祭、あ、生誕祭っていうか誕生日、23歳初めての日はやっぱいっぱいお祝いされたいなってちょっと願望がありますそう、でも初めての方もなんかお誕生日おめでとうってちょっと家に来てくれたら嬉しいなと思うし、いつも来てくださる方にもお祝いしてほしいなって思うし、ちょっとちゃんと抱負みたいな考えとくそうです、23歳になるのでね、また新しくなった紳士にも会いに来てほしいですね。髪の毛もね、いろいろ変えるのでいろんな紳士が見れると思います。そう、8月7日はだけ、全部の部が生誕 T シャツやねんけど、髪型は全部変えるから、どの部着ても変化が見れてちょっと楽しめるんじゃないかなと思います。どうでしょうかおー、7日、おー、7日、誕生日、誕生日の日、お、嬉しいです。お待ちしてます。あと2ヶ月ぐらいかな。シンシン押して3回目の誕生日ってことはお披露目から押してくれてるってことですかそう、シンシンはお披露目して何日後かな、すぐ誕生日迎えたんですけど、でブログとかも始めてなくて、多分始めてたかな、始めてたわ、始めてたかも、ちょっと忘れたんですけど、そう、まあとにかくあんまりもう期間がなかったんですよ。デビューしてすぐ誕生日来たからちょっとさっと終わっていって、ちょっと1回目の誕生日はめっちゃ悲しかった思い出があります。でもメンバーに、あ、お披露目前かも、記憶が記憶ないねんけど、まあでも最初の誕生日はめっちゃお祝いしてもらった、あのメンバーとかに誕生日パーティーみたいな感じで、レッスン中に
お祝いしてもらったの覚えてます。懐かしいな。でもね、その誕生日の時、最初の何歳やったっけ、あ、二十歳の誕生日迎えた時にみんながレッスン上でお祝いしてくれてんけど、そのケーキを準備してる間ずっと同じ曲をひたすら踊らされてて、もうそれがしんどすぎて、もうなんかそれどころじゃなかった。そう、あのなんか準備にあの手こずってたのっぽくて、もうほんまになんか多分あと1回その曲踊ってたらもう倒れてたぐらい、ほんまに倒れるんちゃうかっていうぐらいめっちゃしんどかった思い出がある。そう、でもその後のケーキはめっちゃ美味しかった。ひたすらね、やっぱあの準備期間というか、何踊ってたんやろ、でもなんか洋楽やった気がする。やっぱさ、最初はさ、なんかいろんなジャンルの曲を踊るみたいな感じで、 NMB の曲は踊ってなくて、なんかうん、洋楽に先生がつけてくれた振り付けを毎回踊るみたいな、毎回違う曲になっていってやってましたね。そう、オーディションの時も洋楽でした。もうどんな曲かはもう全く覚えてない。そう、もう記憶にないけど。ひたすら踊ってたの覚えています。あと15分、ほんまや。あと15分ですよ、皆さん。この、今の、バースデートークの間に申し込み完了しました。どうですか。まだちょっと何でもない話してる間にちょっと申し込んでよ。いや、楽しみ、楽しみってめっちゃ言っちゃう。楽しみやから。暑い、最近暑いな、ほんまに。申し込み完了、ありがとうございます。楽しみ。あとは当日会えるか、あ、まだ分からんのか。でも会えるか会えないか、会えますようにドキドキしながら待ってます。楽しみやな。もう今からお昼休憩の人の方が多そう。12時から
23日はあポリスになります。新進ポリスです。警察逮捕されに来てください。ぜひ。いっぱい逮捕したいと思いますもう逮捕する気満々で。もうあと10分やで。もうそろそろ、あでも5分前まではいけるいける逃がしません。絶対逮捕します。暑いな。みんな午後から何するんですか？お仕事かな？普通に。確かに平日のお昼やのにこんなにたくさん見てくださってしょうもないことしか喋ってないけど嬉しい。ありがとうございます。やってみるもんやね、やっぱ。じゃあこの今見てる3500人の方はもう来るという認識でよろしかったでしょうか話し会楽しみですね怪しいな。5人ぐらいしか行動してないかもしれへんもしかしたら。本店サイト開いてくれた人はいるのかな。仕事中。おお、お疲れです。お疲れ様です。午後からも頑張ってください。タブレットで申し込み。なるほどね。賢いですね。見ながら見逃さずに申し込めたってことね。そうなんですよ、残り7部なんですよ。お早めにもう次はないです、絶対ほんまに絶対に次はないので、もう次からやるぞって意気込んでる人はもう終了です会えないかもしれないです。でもそれは寂しいし、ちょっと嫌やから。目覚めてきた。もう最初の30分ぐらい寝てたから顔ね。あ、なんかさ、お話し会とかでさ、みんなさ、こう表みたいなのあげてるやん。あれ、心身も作りたいけど作り方わからへん。どうやってみんな作ってんの？あれさ、なんかメンバーとかみんな載せてるのはさ、ファンの方が作ってくれたやつを載せてんのかな。ちょっとあれ自分で作ってる人とかいないんかな、メンバーとかで。あれ作りたいのも、なんか表でさ、なんかソールとアウトみたいなさ、埋めていく感じのやつなんかね、めっちゃ作っ
作りたくて何回も調べたけど、やり方がちょっと難しくて、うん、分からへん。でもね、作りたいねん。みんなすごいね。携帯でやってないんかな、携帯なんかな。おお、初めてシンシンのお話し会参加、嬉しい。めちゃくちゃ初めまして、もう楽しみやな、嬉しいです。お待ちしてます。そうパソコンね。でもパソコンならなんかありますよね、そういうなんか表を作るアプリじゃないけど、なんかサイト、わからんけどうん、見たことある。ほんまになんか画像作るのとかめっちゃ得意やったのに、昔はめっちゃ作ってた。なんかお友達の誕生日とか、なんていうの、なんかあるじゃないですか、よく。今やったらなんやろ、 TikTok とかでさ、TikTok ではやってないんかな、分からんけどさ、あの何々ちゃん何歳みたいなさ、こうどん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 さ、なんか歌詞とかに合わせてさ、ちょっと説明下手すぎてもちょっと無理やわ、うん、歌詞とかにさ合わせてなんか画像を切り替わっていくようなさ、やつあるやん。そういうのめっちゃやってた、お友達の誕生日の時に。なんかみくちゃん、わかりますか？わからんとか言われたらどうしようって感じなんですけど、それでめっちゃ流行ってて、めっちゃ作ってた、そういうのあ、わかった、伝わった、よかった。そう、今でもあるんかな、そういう文化っていうか、載せるの。うわ、あと6分やん、どうする。もうそろそろだいぶ急がなあかん時間になってきましたけど、どうでしょうか準備の方は万端ですか。7月4日は初日や、一番気合い入れてますやっぱ初日はね、もうこんなに、だって2ヶ月ぐらい空いたよね、前の時から、前のお話し会から。もうこんな、もうじらされてやっとのお話し会やから、めっちゃテンション高いと思います初日参加したいけど遠い、あのオンラインなんで距離は家からできます。全然どこからでも、職場からでも、どこでもできます。あの移動はなくて、普通に携帯があればできます。お、今申し込んだ、滑り込みセーフですね。家広い、どういうこと？どういうこと？あ、もうあと4分や。もうこれはね、なかなか、もうあのタイピングなんていうの、操作めっちゃ早くないとちょっとむずいかも、今から申し込むのでもまだ間に合うよ、まだ間に合う間に合う
もう無理もう無理そう。いや分からん、もう天才的に速い人ならいけるか。いやありがたいですね、こんなにさ、もうザなんていうんやろ、なんかこんなお昼前やのにこんなにたくさんの方が見てくださって幸せやな、嬉しいです、会えるの楽しみにしてます。申し込み完了嬉しい、また教えてください、もう直ちに、心身この部当選したよって、もう直ちに教えてください。メールとか、あ、まあツイッターとかでも、ツイッターに帰ってくれる人はタグ付けみたいなのしてくれたら嬉しいです。タグ付けとかアットマーク、心身の ID とか書いてくれたら嬉しいです。全日程会える、それはもう嬉しいですね。でも全日程違う服っていうか、めっちゃ着替えるので絶対楽しめると思います。 TikTok のコメントでも嬉しいです、当たった当選したかを TikTok で教えてくれるってことですよね。もうメールの返信が一番絶対見ると思います。今日これ終わったらちょっとメール送りますね。なんかメール送るのはいいねんけど、写真なくて、なんか多分一緒の画像を多分送ってると思うねんな。ちょっと今日写真撮っときます、しっかり写真撮っとこう。あ、そういえば今日の夜にマナティの卒業公演があるので、まあ、シンシンもなんか出るって言うんかな、まあ、なんかチラッといると思うのでお時間ある方は一緒にマナティの卒業見送りましょう。寂しいな、6期生めっちゃ卒業ラッシュが続いてて寂しいけど、日常の写真、じゃあこれ終わったら写真撮ればいいんやな。ほんまにチラッといると思う。今日の夜おお18、7日、8日参加、嬉しい、楽しみ。シンシンやめないで、やめないです。ほんまや、12時になった、ありがとうございます。この今の瞬間に追加で申し込もうって思ってくださった方も、もう申し込んだよっていう方も、もうほんまにありがとうございます。みんなからの愛をめっちゃ感じれて幸せです。あとは会えるかどうか楽しみにしてますね。また報告してください、真摯に、この日同棲してたみたいな、ツイッターとか恥ずかしかったらメールで教えてください。もうあとは結果を待つのみ、なんかオーディションみたいな気持ちやねんけど、ちょっと緊張するわ結果。じゃあ今日はまた夜に卒業セレモニーで会いましょう。ありがとうございました、しかもこんなお昼間に
みんなのお昼の癒しになれてたらいいな。ね、ドキドキしますね、めっちゃ。そう、イベントの最後みたい。確かに。もう昼休みか。癒された、よかった。見てくれてありがとうございました。あ、すごい。あ、TikTok もね、昨日も上げたので見ました。もうちょっとハッシュタグ間違えてハッシュタグ間違えたの気づきました？見た？ちゃんと普通に間違えた。なんかさ、前も間違えてんな、いつも間違えるねん。ちょっとまあまあ、それも愛嬌ってことでお許しを。意味変わって、気づいた？やっぱ気づくよな。シーシーも全然気づかんかったっていうか、なんかめっちゃ最後の最後に付け足してん、そのハッシュタグ。そう、そしたら普通に間違えてた。公演終わって、やばい、すぐあげなみたいな。やっぱ TikTok って早い時間にあげた方がいいって聞いたので、あ、やばい、公演終わってすぐあげなと思って、まあ、もう送信ボタンを押すだけにしてて、でなんかまあいろいろ終わった後に携帯見たら、なんかハッシュタグ間違えてるし、コメントオフになってるし、もう大変ですよ。なんでコメントオフになるんかちょっと教えてください。みんな、なんか分からんけど3回ぐらいなんか勝手にコメントオフになるんですよ。なんでなんでなの。なんか分からんけど、勝手に、いや、オフにしてるんじゃないよ、勝手にオフになってんのよ。なんか分からんけど、気づいたら。そう、なんか確認の仕方分からへん、コメントとか。ちょっと TikTok ちょっと難しいです。でもね、まだ初めて1週間ぐらいしか経ってないから、ちょっとこれから慣れていけたらいいなって思います。え、勝手になんかアップデートしたんかな、なんか分からんけど、勝手にの、なんか何年、怖い。誰か勝手に操作しました？乗っ取りかも、乗っ取られてるんかな、もしかして。ね、難しい、ほんまに。 SNS、 Twitter とインスタと TikTok やってるけど、 TikTok が一番難しい。何、なんかさ、シーシーなんか曲、音楽とかさあんま聞かへんからさ、なんか流行ってる曲とかあんま分からなくてさ、ちょっと難しい、難しいですね。でもハッシュタグとかもさ分からへんし。あ、でも昨日TikTok じゃないんですけど、Twitter じゃないわ、インスタのストーリーで文字だけ載せるやり方教えてもらって、アミルンに初めて。あれしました、文字だけのストーリーをあげました。見ました、昨日のシンシンのストーリー。あれた、あれがもうインスタは初めて、もうすぐ1年ぐらいなんですけど、
もうすぐ1年でやっと文字だけのストーリーを上げれるようになった。いや、でも1年でもね、もうすぐ2万人なんですよ。で7月に多分始めたから、ちょっと2万人7月までに2万人いけたらいいなって思うので、ちょっとインスタも頑張って更新したいと思います。ほんで2年記念日にはインスタライブしよっかなと思って、2年記念日ちゃうわ、間違えた、1年経ったらインスタライブ しよっかな、してみようかなと思います。ついにインスタライブに手を出します。頑張ります。でもそのさ、やっぱ2万人行きましたみたいな感じでやりたいから、ちょっと2万人行くようにちょっと頑張りますね。そう、やったことないんですよ、インスタライブ。なくて熱っ。ちょっと SNS っていうか機械音痴とか SNS ちょっとあんま得意じゃなくてあれなんですけど、うん、事故りそう。事前に得意そうな人にやり方聞いてやりますね。インスタはめっちゃヒゲとか生やせるから、耳とかつけれるから楽しみ。まああと1ヶ月あるんでね、1ヶ月であと1万人ぐらい、え、1万人じゃない、1000人ぐらい、頑張ります。あ、ラジオとかもできるよね、なんか深夜にさラジオとかさたまにしてる人いるよね。確かにもう今日はすっぴんでもできるから確かにいいかも。一回やったら多分慣れて何回もするかもしれない感じなので、まあとりあえずインスタのフォロワーあと1ヶ月で2万人達成できるように頑張りたいのと、あともう受付終わったけどオンライン話し会今回で受付終了になるのがちょっと目標ですね、今の直近のなんていうの、身近な目標です。じゃあちょっとそろそろ、もう結構ね1時間ぐらい配信してるので終了にしたいと思います。いやもう本当に見てくれてありがとうございます。それじゃあちょっとランキング読みますね、先にいきます。13位、しんごさんありがとうございます。12位、こむそうありがとうございます。11位、変わりました。もう一回読みます。13位コムソーありがとうございます。12位、ゴンミナミありがとうございます。11位、ユウさんありがとうございます。10位、セイヒロさんありがとうございます。9位、テツありがとうございます。8位、ホーミングさんありがとうございます。7位、カフェオレさんありがとうございます。6位、恐竜さんありがとうございます。5位、ナチュラルありがとうございます。4位、バロンさんありがとうございます。3位、マサルンありがとうございます。2位、ガシュベルありがとうございます。そして1位、つばささんありがとうございます。いやこんなありがとうございます。え、もうすぐ5000人やん、ありがとうございます。みんなに会えるの楽しみにしてますね。TikTok と TikTok も使いこなせるように頑張るので、今日もあげる、毎日投稿中なのでそっちも
チェックよろしくお願いします。それじゃあ今日の夜マナティの卒業公演で会いましょう。バイバイありがとうございました。午後からも頑張ってください。またね、ありがとう。